便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。おや、帰ってきたのですか。前は慌ててどこかへ行ってしまいましたが、何かあったのでしょうか。いや、気にしないでくれ。それより説明が難しいんだけど。実験？また急ですね。どんな実験をするのです？何か願い事ってないか？願い？過信探査に願い事をするイベントなんてあったでしょうか？そういうのは気にしないでいいから。わかりました。今の私の願いは、少しお恥ずかしいのですが、ドニアザードお嬢様を元気にすることでしょうか。先ほどあまり機嫌が良くないように見えました。ですが以前はこうではなかったんです。優しくて気配りができ、子供たちからも好かれていたんですよ。それにもしかしたら、私に花の騎士ファーリスをやらせたのも、私が特別な存在なんじゃないかなと思ったりもなんかして。お前まさかドニアザードのことが好きなのか？そんなにわかりやすかったでしょうか。確かに今の言い方は露骨だったかもしれませんね。お嬢様はあの時、人々に笑顔で過信探査を過ごしてほしいと言いながら、私に花の騎士の帽子をかぶせてくれました。しかしお嬢様は知りません。私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないと。おっと、すみません、勢いに任せてこんなお恥ずかしい話をしてしまって。さて、私の願いはドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れるです。今から願い事をしますね。頼む、叶ってくれ。では目を開けますよ。あ、これは、え、パッチ。ダメじゃないですか。ヤルダーキャンディーは一人一つまでだよ。早くお帰り。結局叶いませんでしたね。どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でもドニアザードを知ってる人たちはみんなあいつのことが好きみたいだな。でもみんなの知らないうちにあいつは。お嬢様、下がってください。テシアの声だ。そっか、この時間はちょうどドニアザードが人さらいに会った時だ。え、でもそれはテシアがやってくれるんじゃ。あ、おい旅人。おっと、あんたか。ちょうどいい時に来た。お嬢様は。おい、これは私の仕事だ。風魔池から金が出されてるわけでもないだろう。わかった。何を苛立ってるんだ。私は何もあんたの実力を疑っちゃいないんだが。いいだろう、くれぐれも気をつけろよ。助っ人を呼んだのか。無駄なことを。スンドザックが歩いてくる。俺と痛がった言えんだ。はぁ、無限化せよ呪言。直有限なる大事呪言。まだ泣きたかりつねよ。律令旅人、お前完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。
お前もナヒーダもトニアザードはそんなお前たちを見たくないはずだぞ。そうだ、そういえばオイラ初めて過信探査に参加した時、つまりまだリンネに入ってなかった時のことだけど、確か忘れ物をしたから取りに来たって。オイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近くに住ん、おう、どんなに小さな手がかりでも海で針を探すよりはマシだからな。ここだ。勝手に人の家に入るのは良くないけど、あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋あいつの仮住まいみたいだから見てみるか。これってドニアザードが書いたものだ。でも過信探査の準備って忙しいは。どうやらドニアザードは過信探査、この本が見つかってなかったらあいつがこんなことをやってたなんて知らない。でも今さら分かってももう、あ、今度はどこ行くんだよ。疲れちゃったか。考えてみるともうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのもなんだかすごく昔のことのように感じるし、あの時はみんなここに座ってドニアザードも目を輝かせながらニーローの過信の舞を見るんだ。生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そっ、今の言葉過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうしたの、旅人。どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でも、今度はどこに行くんだ？
これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。え？旅人？私たちのためにそんなことしなくて大丈夫だよ。旅人？旅人、いきなり何やってんだよ。もし教練員の人に捕まったら今日一日が無駄になっちゃうだろう。あれ、こいつら反応がないぞ。あ、そうか、これが賢者たちの計画なら自分たちを巻き込むようなことはしないよな。つまりこいつらも代替品なんだ。どういうこと？大賢者たちがどうしたの？パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバート様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある本当のパティサラだよね。でもお前言ってたよな、この花は。うん、一体どういうことなんだろう。え、あなたたちなんか変だよ。でもわかった。消えた。夢の主はニーローだったのか。まさかの収穫だな。赤紫色のパティサラはもうこの世に存在してない。つまりここの舞台を飾ることができるのはニーローの潜在意識以外ありえないってことか。ナヒーダが言ってた比喩を使うなら、人々は皿の中に料理があると思うけど、ニーローは植木鉢の中に伝説だから、あの二つの花を見た瞬間お前はニーローが夢の主だって確信して。も輪廻を終わらせるには夢の主に自我の意識を芽生えさせる必要がある。どうやってニーローに気づかせてやればいいんだ。私夢を見てるんだよね。うん。やっぱりね。家臣探査を経験に祝っていた私たちにクラクサナリデビ様が答えてくれたのかな。間違ってるけど完全に違うとも言えないな。お前の認識だとスメール人は夢を見ないはずだろ。あなたたち一人目の賢者の物語は聞いたことあるかな。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがスメールシティに来たばって。ええ、でもあなたたちが聞いた話では彼は一人目の賢者にまだなっていなかった。彼の敬虔な心と英知は創新に認められた。一人目の賢者の前に現れる様々な不可思議な光景、それはまるで全世界の知識が具象化され目の前に現れたかのようで彼を魅了した。どれくらいの時が経ったのかはわからない。けど、彼は自分に理解できる知識をすべて掌握した。その後、彼は創新にこう言うの。両親や妻、子供に会いたい。もう長く家に帰っていないから、創新は微笑むと、次の瞬間、賢者は、自分がベッドの上で横になっていることに気づくんだ。それでそばにいる妻がこう言うの。それから
一人目の賢者はスメールシティに訪れていた災厄をいくつも解決し、つまり一人目の賢者は物語の最初からずっと夢の中にいたのか？うん、きっと彼の敬虔な心と決意が送信に届いて、夢という形で祝福を授けてくれたんだと思う。なるほどな。お前の考えは分かったぜ。確かに面白いけど。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の過信の舞は少し派手に踊ってもいいかな。お待たせ、みんな。私が家臣の舞を神へ捧げるね。それとありがとう、ドニアザード。私のために過信探査を開催してくれて。あなたはドニアザード。ああ、旅人にパイ